き心地いいですか？ほっとした顔してますね。毎日使っていただいてありがとうございます。枕冥利につきます。さあ主、寝やすい体勢になってください。ゆったりとした気分で。その体勢で大丈夫ですか？わかりました。それではじゃじゃじゃーん、巷で話題の耳かきです。どうやって主を癒そうか調べていたら、耳かきがいいそうで、耳かき専門店もあるそうなのですが、自宅の慣れているベッドの上の方がリラックスできるんじゃないかと思いまして。もちろん耳かきのテクニックはそういったお店のお客さんより下手かもしれませんが、主を癒す枕たるもの、耳かきができなくてどうすると思ったので。そんな不安そうな顔をしないでください。やり方は本で調べましたし、手先は器用な方なのできっとなんとかなると思います。じゃあ早速始めますね。あ、その前に主、ちょっと手を握ってくれませんか？冷たい手で耳かきをするのは良くないらしいので、耳が手の冷たさでビクビクしてしまうらしいです。自分で温めればいいじゃないかって。その枕さんは枕なので、誰かに温めてもらわないと温かくならないのです。主の手は温かいですね。いや、もうちょっと握って。念入りに温めて。よし、ありがとう、あるじ。では、改めて、耳かき始めまーす。まずは、右耳からしましょうか。あるじ、右耳を差し出してください。します。入ってますね。枕さんが素人で怖いと思いますが、体の力を抜いてください。
なくなっちゃいます。するらしいけど、どう？そっか、よかった。徐々に奥に進んでいきますね。気持ちいい？ぼやーっとしてますね。
と強くなるかも。大丈夫ですか？よかったです。で、あとはこれ。ふわふわの綿がついている耳かき。このふわふわで少し奥の方をクリクリするといいらしいです。くすぐったくはない？よかった、雨より渋い名前ですよね。主のお役に立てられて嬉しいそうです。かな。で、最後は息を吹きかけますね。あるじ、今ビクッてした。面白い。
ッサージ。しますか。よいしょ。このローションは特殊で、お花の香りがするローションなんです。しますよね。どっちの耳が気持ちいいとかあるんですか？ずつ奥に進んでいきますね。
ろう、この達成感。面白いですね。びっくりしましたか？ごめんなさい、つい。耳なめというのも人によっては癒されるらしいです。あるじってば変な顔になってますよ。これゾワゾワするんですか？変な顔ですけど、とてもいい表情です。もっと私に見せてください。これ、させてください。私のお耳も浅いところはだいたい綺麗だな。右の耳よりもっと綺麗かもしれねえな。あんちゃの指先、左耳の穴に入れやすい形してるのかもしれねえな。
どうでも同じだ。どっちの耳も先がきれいきれいにするでな。少し撫でてほしいとか冗談ごとでなく本当にわらしっこに帰っちまっただか。あんちゃめんこいな。で仕事だもんな。あんちゃん疲れで当たり前だな。しんどいな。もさっきも緩んだな。あんちゃんほっとした顔してるもん。さっきもかだがニコニコか。したらなでなではおしまいにして、耳掃除させてもらうな。
てた、だな。さっきはな、普通の鬼だったでな。鬼の両親から生まれてよ。だども、生まれてすぐに置き去りにされて、物心つくまでは山の獣とかよ、捕まえて食って育っただ。この鬼にはよ、人間と獣の違いもわがねがらな。山奥の深くに置き去りにされ願ったら、その頃にもし人間と出会ってしまってたら、さっきも人食い鬼さなって人間の名のある侍に退治されてたかもしれねえな。初めて人間と会ったのは、右も左もわからん頃でも、腹ペコの時でも願っただ。なんか仕留めで食って腹ポンポコで剃っただ時にはガリッガリの爺様と出くわしたんよ。ガリガリでまずそうなのに、おっかねくってな。逃げるだなんて思いつかねえで、どうしていいがわからねくて動けねえまんまでおったらな、プーンって匂い、いい匂いが、さっきの花子さんくすぐってきただよ。
子様がとっくり取り出して蓋を開けたでも、もうその匂いがとっくりの中身が気になって気になって、お金のも忘れてふらふら近づいちまっただ。だどもな、爺様と来たら、先が手伸ばしたら、ひょいって、ひょうたん隠しちまうっての。力ずくで、とか思えるような相手でも願ったで。ほら、どうしていいか困っちまって、また動けんようになってな。人間の言葉なんて聞いたことも習ったことも願ったのに、不思議なもんでな、何言われてっか分かったの。んだで言われた通り、それで貴様を下ろして、思い出すだけでも飲みでくなるな。ご褒美にもらった瓢箪の中身の、あの時の酒の、願ったこと。もうな、さっき、いっぺんで虜になっちまったの。爺様はそれっきり先のことをほったらかして山の向こうへと去っていったとも。一つだけ先に人間の言葉教えて残してくれてな。手伝いすっから酒っこ飲ませな。こんたが先が一番初めに覚えた人の言葉だ。
初めは山に来たもんね。それからだんだん村やら町やらにこっちから出かけて、でもそう言って頼るようになってきたんだ。その頃にはさ、さっきも人間の言葉をすっかり覚えて、人間の子供嬉しくって、火事も消したし、イグネ長者を懲らしめもした。山から木材たーんと運んで、戦の時には鉄砲担いで、大砲担いで、先にお酒っこ飲ませてくれた人間を必ず助けてやったの。祠ができて、神社になって、まあ神様に祀られたんな。始めてしまってな、人間たちがよ、神社にお参りするようになって、だんだんと先に直接頼み事をしてこねえようになったのさ。それ多いだなんだってこっちはさ、ご褒美のお酒が目当てなだけなのにな。
神社の酒も三吉様のものでしたって、付き合いのあった年寄り衆なんかは言ってたけどな。そっただの飲んでも盗みの耳手で寝ぶねえのな。手伝ってやっとった人間たちが代替わりして代替わりして、そうしたズレがすり替わるまでになっちまってな。神様もすり替わったの。先が一度も会ったこともね、昔昔の皇族が祀られてるってことになってな。人間もこったら三鬼さ祀るよりその方が塩梅だったんだろうな。そんなことになったらもう誰も先のこと頼らねし、祭りもしねえようになっちまってな。ある日ポコンと先は神様で寝ぐなったのさ。ただの三鬼に、いや、もう誰からも頼られること、恐れられることもね、誰からも忘れ去られた三鬼になってしまっただ。あやかしの力の源は人間の恐れだったり思いだったり、そういうもんだね。忘れ去られたあやかしは消えてくしかねえと、ありゃま、
話す間にすっかり左耳もきれいにしちまっただな。はあ、いつの間にか日も落ちて退屈な話に付き合わせちまって悪かったな。え？退屈じゃなかった、話の続きが気になるって。はあ、あんちゃんも相当な変わり者だな。あんちゃみでな細っこいのを夜の山ん中追い出すわけにもいかねえもんな。エヴァな、あんちゃ、今夜はここに泊まってけな。さきは本当は星の天幕、草の布団が一番だども、一晩くらいは綿の布団に。あんちゃと一緒に車って